はい、皆さんこんにちは。みのチャンネル、みのあでございます。皆様に報告があります。嬉しい報告です。お、はい、東京都にあります桜ヶ丘カントリークラブ、クラブ選手権優勝しました。おめでとう。ありがとうございます。もう悲願です。これはやっとだね、はい、もう誰もが望むクラちゃんですよ。素晴らしい。もうクラちゃん、本当ゴルフ私33歳で始めて、はい、ちょうど今年で30年目だったんです。おお、30年でやっとたどり着いたクラちゃん。はい、もうやっぱりね、小学生中学生でやってる方とかね、あと大学にゴルフ部行ってたと人とかいますよね。うん、なかなか勝てないわけですよ、そういう方たちには。ですが、はい、なんとですね、私が行ってる桜ヶ丘カントリークラブはですね、中途半端に名門なんです。中途半端なの？はい、中途半端です。で、名門って言ったらやっぱり有名な小金、私がメンバーの小金カントリークラブとかですね、うん、いっぱい霞ヶ関とかですね、うん、東京ゴルフクラブとかいっぱいあるんですが、うん、皆さんが普通に買える、お金を出せば買えるゴルフクラブは桜ヶ丘は買えるわけですよ。あ、なるほど。今言った他のところはお金出しても入れなかったりするわけですよ。うん、でも値段が高いんです。もう会員権とかいろいろもろもろ入れたりするとですね、2000万以上の、ゴルフ場なんですよ。ってことはですよ、はい、若い30代の方とか入れないんです、なかなか。確かに。ってことはバーンってなんか300ヤード近くような飛ばす30代とか、ゴルフ部で上がったばっかりの20代とか、そういう人たちがいないんですね。なるほど。で、もういう50過ぎのいわゆるおじさんたちが、まあおじいちゃんに片足入れてるんじゃないかぐらいの人たちがですね、一生懸命クラちゃんを戦うわけです。なるほど。そこに活路がもしかして私はあるんじゃないかというふうに思って、今年は桜ヶ丘カントリークラブ目指そうと思ったわけです。はい、はい、でも目指すにあたっては去年までのゴルフじゃ絶対に取れないと思ってたんですよ。何かを変えなきゃいけない。今日は大きく変えて、もしかしたらこれはクラちゃんで勝った要因ではないかということを2つ、はい、1つは、はい、ゴルフコーチ。あー、コーチをつけました。はい、去年の今ぐらいから実を言うとプロにはですね、いろいろオファーをかけて、誰にしようかって選ぶっていうか、ちょっと申し訳ないな、まあちょっといろいろ選定してたわけですね。で、誰かいないかな、なんか自分に合わせていないかなというふうに思っていて、今年1月に見つけたのが、日大出身の40歳、はい、加藤正明プロっていう方にですね、紹介、私の友人から紹介していただいて、その方に、そうだな、今月、桜ヶ丘のクラちゃんの試合4週間やったんですけど、4週間これまでにちょうど10回ぐらい一緒にラウンドレッスンプロとしてもですね、もらって、で、あとまあ2回ぐらいここの私の家のシミュレーションゴルフでちょっとレッスンしてもらいっていうのをやっただけなんですけど、このプロに出会ってですね、ものすごく調子が良くなったのが5月ぐらいから調子が良くなりました。はい、1月に出会ったんですよ。うん、で、それまでに4回ぐらいレッスン受けてるだけで、5月ぐらいにすごい自分で実感したんです。良くなってきたな。で、6月にあった理事長杯っていう大きい大会に優勝することができました。はい、その、クラブセッティングっていうのもですね、私動画で上げていますので、もし見たい方はですね、私のチャンネルのクラブセッティング見てくださいね。で、その後、6月から7、8、9って3ヶ月あったわけです。はい、この3ヶ月、その維持できないんですよ、やっぱりゴルフって。やっぱりピークが理事長杯で、7、8ってちょっと落ちてきたんですよ、実は。あんなに回数いってるのにね、毎週毎週。でも8月はあまりにも暑すぎて、週1ゴルフ行けなかったんです。ああ、そういうこと。暑すぎ。うん、でも調子を上げていかなきゃいけないっていうことで、急遽9月になってから2回彼にはラウンドレッスンをお願いしてやったわけですよ。はい、うん、で、見事調子がぐーっと4週間あるんでね、ぐーっと上げてって上げてって、
優勝することができたわけですが、はい、ここで皆さんが私に聞きたいんじゃないかな、逆に私はクラちゃんの方に聞きたかったのは、うん、レッスンって受けた方がいいですかという質問です。でいろんな、私も先輩に聞きました。いろんな意見がありました。いや今更つけたってダメだよ、この年でレッスンつけたらですね崩れちゃうよ、こういう意見が大半でした。実を言うと、もちろん初心者の方は絶対につけた方がいいです、はい、で大体まあ、100を切れて90ぐらいになったらもうそのレッスンはさよならってなりますよね。その後ですよ、じゃあ70代コンスタントに出すまでに自分の力だけ頑張っただけでいけるかどうかって、私シングルは自分の力だけでもちろんいけたんですけど、壁がいっぱいあるんですよ本当に。これは33歳から始めた方じゃないとわからないかもしれない。私先輩たちに聞いてしまったのはどちらかというと大学の時にゴルフ部だったよみたいな人に聞いちゃったりしたので、33から始めて真面目に始めたの40代です。でシングル入りしたのが本当に40代後半にシングル入りしたんですけど、そこから50代はめちゃくちゃ壁がありました。私はつけた方がいいと思いますが、自分に合うプロを見つけるのは至難の業。そこですよ問題は。まあ見つかんない、はい、これは見つかんないです。本当に見つかんないと思います。何人か私もねレッスン受けたことありますけど、今回のプロはたった1回で私の弱点見抜きました。おおすごい。もうすぐそれが2回目ぐらいに、あこういうことねっていうのが分かるぐらい、ただ言ってるのは2つぐらいしか言わない、うんうん、いっぱい言わない、皆さんこことこう直したらっていう2つぐらいしか言わない。それでそれを注意して注意して失敗したら、あ最初に言われたことだって振り返られる2つの注意、混乱しないです頭が。確かに。ちなみにうちの奥様もレッスン2度ほど、はい、どうですか。本当にシンプルです。シンプルだよね。もう1つ2つ、うん、でびっくりしたのは前半のハーフと後半のハーフのショットが全然違ったじゃん。って言ってたね。全然違う。でもなんかね爽快感が違うかった。違うでしょ、うん、だからそのぐらい見れる人見つけられる人っていうのはいるんですよ。なるほど。ですから皆さんもぜひですね、頭打ちになって困ってしまったなって言ったら、そういうプロを見つけられたらいいな。でもいわゆる鳥かごのスタジオにいるプロっていうのは、うん、なかなか無理かもしれない。全然ダメだった、いろいろ言ったけど。でしょ、はい、私の友人にもですね4年通って、うん、4年前より下手になったって言ってた。4年通って下手になるって。普通4ヶ月で気づけよ4年、まあ10人に1人もいないと思います、自分に合う方っていうの、うまく教えられる人っていうのは、うん、確かに、うん、だから本当に友人にですね聞いてこの人はいいよっていう人を見つけられるまではですねなかなかできないかもしれないんだけども、うん、ゴルフは楽しいスポーツですから皆さん頑張ってくださいそして2つ目、はい、なんとですね理事長杯のクラブと違うクラブを私が使いました。それはドライバー。なんと理事長杯よりもですねクラブ選手権、いわゆるクラチャンはですね飛距離が飛ぶ人が多いんです。もう250ヤード以上ドライバーが飛ぶ人が多いんです。その中で戦っていかなきゃいけないから、どうしても飛距離が欲しくて、私が2年前に買ったこのドライバーをご紹介します。おじゃん、見えないと思いますが、ここにはですねシャフトメーカーアーチというふうに書いてあります。これは見えないと思う。見えるかな、どうかな、難しいよね、うん、一応撮っときます。はい、アーチ、はい、2022年のモデルなので WD01-27 って書いてあります。このアーチというシャフト、これ飛ぶんです。ちなみにヘッドは、うん、ジクラブ。ジクラブって何ですか。ジクラブっていうのは大きいナショナルメーカーではなくて、ナショナルメーカーっていうのはキャルウェイ、テーラーメイド、タイトリスト、あスリクソンもナショナルメーカーになる、うん、ブリヂストン、うん、ミズノ、そういうメーカーではなくて、いわゆる日本だけで売っているような、日本の工房が作っているような、そういう、まあ、土地土地のジクラブ、そういう意味だと思うんだけど、なるほどね。バルドさんの、これは BC438 って言って、大きいヘッドじゃない小さい小ぶりなヘッド、うん、
これを私使わせていただきました決勝で。これは飛ぶんです。今のを使ってるクラブよりも15ヤードぐらいは飛びます。すごいね。すごいでしょ。飛ぶんです。だから決勝でも頑張って負けないぐらいまでの飛距離出せるんですが、曲がるんです、飛ぶイコール曲がるっていう感じだよね。スライスとかフックじゃなくて、もう右にピョーンとまっすぐとか左にピョーンとまっすぐみたいな、そういうちょっと危険性があるクラブなので、でも飛ばないで、セカンドオーナーっていうんですけどね、セカンドを打ってそれでグリーンを外すっていうと、もう負けにつながってしまうので、もう一か八か負けるんだったら、ボギーで負けようが10打叩いて負けようが、たったワンポイントだけの負けなんで、マッチプレー。あ、これもそうだ、今日初めて聞いたんですけど、マッチプレーって東京関東だけらしいですね。東日本だけ。なんと関西の方はマッチプレーじゃなくてクラちゃんもスコアだって聞きました。あ、そうなんだ、はい、ですから東京はマッチプレーです。1対1です。1回戦、2回戦、準決勝、決勝、全部4試合、最終の決勝はマッチプレーで36ホール戦います。でもその36ホールのうち何ホール取れるかって言ったら、もういいんです。曲がって OB でもいいわけです。そのホールはいらないっていう感じ。あー、なるほどね。これがナイスショットすれば次勝てる可能性があるんで、ということでドライバーをチェンジしたら、そんなに OB 出ない、1回も出ないです。 OB もちろん、これ1回も出ないで、いうことでこれでちょっと伸びたかなと思うんですが、今言ったようにピューってプッシュって言うんですけどね、まっすぐ右行ったり引っ掛けっていうんですけど、まっすぐ左に行ってしまうような危険性があるので、いや、これより新しいシャフトがないのかなということで、アーチの方にご連絡差し上げたら、ちょっと2年ぶりにシダに来ないかということで、はい、次回ですね、行ってみたいと思います。その動画も皆さんにお見せしようと思いますが、はい、ということで今年はですね、はい、なんと理事長杯とクラちゃんと、はい、大きい大会2つ2連覇してしまいました。すごいね、ありがとうございます。いや、本当すごい、はい、ということでますますゴルフチャンネルっぽくなっていくようなミノチャンネルでございますがゴルフな好きな方はね、おおとか思ってるんでしょうけど、好きじゃない方もですね、ちょっと見ていただくと嬉しいなというふうに思っております。はい、はい、また、まだまだねゴルフ精進していきますんで、またアップするかもしれません。よろしくお願いします。